皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。自分はホークス純正の動画をメインに上げているので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行きます。本日ですね、 OB 第1弾が登場ということで、本日登場になった OB 第1弾の選手を見ていって30連引いていこうと思います。でまあ本日ですね、まあほとんどの人が外国人 OB 予想してたんじゃないかなというところなんですけど、まあ今後どうなっていくかっていうところもですね、少し軽く話していけたらなというふうに思っております。それでは早速なんですけど、選手のラインナップを見てから少しお話ししていこうかなというふうに思っております。まずはズレータ選手というところで、ホークスではズレータ選手というところで2018の OB ですね、外国人 OB 以来の登場になるのかなというところで、まあ、ここはダイハード打線の一角というところでですね、ぜひ欲しかった選手なんで、まああんまり再登場ないのかなって思ってたんでですね、ここはめちゃくちゃ嬉しいですね。では続いてシコースキー選手というところで、初めてですよね、おそらく。ああ球種的にはちょっと厳しいかなという感じなんですけど、まあロッテ人生欲しい方多いのかなって感じですけどね。はい、では続いてリナオ選手というところで、もうここは本当成績えぐいっすね、やばいっすね。まあ意外とリアタイ的にも全然まあ投げれるんじゃないかなというふうには思っております。純正リアタイでですね。では続いて福森選手というところで、福森選手ね、ちょっと球種的に厳しいんすよね。なんでまあ自分は獲得しないかなと、楽天純正エナジー貯めてたんですけど、獲得しないで、まあ OB 第2弾以降に取っとくかなっていう感じです。続いて稲葉選手というところで、ラインドライブでですね、意外と強いですよね。で守備も強いと、うん、意外とっていうか普通に強いですね。日ハム純正の方はまあ結構ライトに太田さんがいるっていうところもありますけど、まあ普通に獲得ありなんじゃないかなというふうに思っております。さあ続いて谷選手というところで、谷選手は確か1回だけ登場してたかなという感じなんですけど、まあ守備がいいですね。センター77で守れるというところで、まあ全然スタメンあるんじゃないかなというふうに思います。続いて高橋由伸選手というところで、ここはもう巨人純正必須選手と言えるんじゃないかなというところで、まあアーティストでこれだけ守備も良くて守備 A までいけると、でアーティスト降格、もうこれは本当文句がつけれない選手なんじゃないかなというふうに思います。続いて掛布選手、まあここもめちゃくちゃ強い。アーティスト降格何人出るんだって、多分めちゃくちゃランキング熾烈になりますよ。でまあ弾道アーティストでミート82、パワー82で67、守備がですね、まあそこそこですよね。でまあ降格アーティスト存在感というところで、もうここはもう阪神純正で絶対獲得しようというふうに思っております。続いて山崎武史選手というところで、ここは本当個人的にはめちゃくちゃ残念っす。いや多分、この能力で多分降格持ってるんですけど、それで出てきてくれてですね、めちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、個人的にはめちゃくちゃ残念なんですよね。山崎選手が中日で出たということは楽天で出ないということで、個人的に楽天純正やってるんで、アーティストの選手が1人獲得できない、まあ、その唯一のアーティストですよね。そこを獲得できないのはめちゃくちゃ痛いなというふうに思います。でまあ一応レフトなんですけど、まあファーストとかになるんですかね、ファーストとか DH で、まあ本当打ちやすいんじゃないかな。普通にですね、山崎さん楽天バージョンでもめちゃくちゃ打ちやすかったと思うんで、それに降格がつくって考えたらめちゃくちゃ打ちやすいんじゃないかなというふうに思います。続いて斉藤隆選手、ここもめちゃくちゃ残念ですここもですね、去年の TS かなで登場してたんですよね、楽天で。で超大ピンチで通信フォークという感じだったんですけど、ここも斉藤隆選手も横浜で出たというところで、もう本当楽天は今年どうなるんだろうなっていう感じですけどね。 OB、まあ、めちゃくちゃ目玉な選手が2人ですね、個人的に取りたいと思った選手が2人他球団で出てるんで、ちょっと、うん、どうなっていくかなっていうふうには思っております。続いてアニア選手というところで、ここはどうなんですかね、登場したことあるんですかね。シュートの斜め方向、これはどうなんですかね、通信みたいな感じなんですかね。はい、まあ使ってみると面白いんじゃないかなというふうには思います。ラストホーナー選手というところで、まあホーナー選手めちゃくちゃ強そうですけど、能力も高いですしね、うん、まあヤクルト純正の方は欲しい方多いんじゃないかなと。ただまあ村上さんアーティストとかになりますけどね、そういったところも加味しながら獲得もやっていただけたらなというふうに思っております。そしてですね、本日登場になった OB 第1弾の純正目線でのリーグリアタイの評価をですね、明日投稿したいというふうに思ってるんで、ぜひ獲得を迷ってるっていう方はですね、明日の動画を見て獲得を決めていただけたらいいんじゃないかなと。とりあえずですね、個人的にお勧めしているのが、以上確定スカウトが来てから、それを何回か引いてからのですね、ランキングというところが一番エナジー効率的にはいいと個人的には思ってるんで、まあそうしていただくといいんじゃないかなというふうに思っております。でまあ今後の OB どうなっていくのかっていう話なんですけど、まあこれ見る感じですね、まあズレータ選手いたり、ホーナー選手いたり、シコースキー選手は外国人なんですかね、ちょっとわかんないですけど、まあこの辺見る限りですね、外国人 OB と OB はもう一緒になっていくのかなっていう感じですかね。まあ外国人 OB はなくなって、外国人の選手も普通に OB として登場すると、まあ普通にアレックス選手とかバース選手とかは普通の OB で登場してたんで、これはめちゃくちゃいい改善なんじゃないかなというふうに思います。まあそれがですね、外国人 OB やと再登場ってあんまなかったですよね。やけど OB にしたことによって再登場しやすくなったんじゃないかなというふうに思います。まあ毎年新しい選手しなくていいんで、なんでまあ今年全然バースさんの登場あるんじゃないかなというふうに思います。なんでも本当阪神純正はめちゃくちゃ楽しみやなっていう感じですかね。うん、でまあ楽天純正は多分
ちょっと待てよ、マジで山崎さんと斉藤さんがこっち来たってことは、なんか過去の外国人曜日めちゃくちゃ出そうな気もしますけどね。いやまあそんな感じもしてますが、まあその辺ですね、獲得していけたら、まあ、全然オーダー強化にはなっていくと思うんで、まあその辺楽しみにしておこうかなというふうに思います。まあとりあえずですね、自分はズレータ選手と掛布選手ですね、阪神純正で掛布選手を獲得するという形になります。なのでまあ今回は2つのアカウントでランキングを走るという形になるんじゃないかなというふうに思います。それでは早速なんですけど、ズレータ選手を狙って OB を30連していこうと思います。まあここはですね、本当はですね、A 以上確定スカウトを引いてからの方がいいんですけど、まあこの30連を引いてからランキングを走るメリットとしては、まず時間が節約できるというところですね。まあ時は金なりって言いますよね。まあ時間をお金で買っているって考えれば、まあめちゃくちゃいいと、まあ言えるんじゃないかなと。プラスペース的にはちょっとエナジー的にはですね良くないんですけど、まあ時間をお金で買っているって考えれば、まあプラスなんじゃないかなというふうに思いますし、プラスですね、30連と累計の2回 OB の選手を取れる確率があると。その30連までにもですねスランクが出れば確率あるんで、まあそういったところがメリットなんじゃないかなというふうに思います。なんでまあ本当時間がなくて課金できるっていう方は、まあこの走り方でも全然いいんじゃないかなというふうには思いますね。では早速なんですけど引いていこうかなというふうに思います。早速なんですけどね、10連目というところで、はい調子くん、いや久々っすねガチャ、いつ以来かな、和田さんの時以来かな、やけんもう本当1ヶ月ぶりくらいな気もしますけど、はい、あーまあしょぼいですね相変わらず。まあまあまあ、いやまあ30連目でズレータ先生が出てくれれば超嬉しいんですけどね。はい、どうなんですかね、バルデス選手登場しますかね。バルデス選手も登場してほしかったんですけどね、個人的には。でまあバルデス選手登場したら結構大英のオーダーめちゃくちゃ近づくんじゃないかなというところで、ほんとそのバルデス選手が、まあ、OB 第2弾以降登場してほしいなという感じですけど、大稲葉選手いいですね、ここもでかいですね。ランキング走る上で OB の A ランクが取れるっていうところもでかいんじゃないかなというふうには思います。では20連目引いていきましょう。 S ランク来い、はいまっさら、はい調子くん、はい白、なんかさっきよりしょぼいですね。いや さっきも意外と A ランク1枚だけやったぞ。はい、いやー当たれよ、当たるんですね、はいどんまい。いやー、はい、やばいな、 S ランク来んぞ。まあ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 、まあ、ほんと最後でチーム引ければ何の文句もないんですけどね、本当に。はい A ランクは引きましたね、平野選手。さあ、はいマーティン、まあまあまあ、ボーナス的にはありがたいという形ですね。それでは30連目引いていこうと思います。本当にズレータ選手よろしくお願いします。月と、あー来なかったですね。絶好調、絶好調じゃねえや、レッツゴーだね。さあさあ、まあ上がるでしょう、上がんないのかい。さあ当たれよ、当たれ当たれ当たれ、おおおおお、はい当たりますね。いやーまあまあ、まあ、分かっていたことがありますけど、当たらないかー。まあまあまあ、はい、はい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 、途中も何もない、何もない、何もない、はい何もない。さあラスト、まあ当たったら超嬉しい、当たらなかったらランキング走るだけ。さあお願いします。おお山崎さん強いとこ引くのは、まあ、ほぼ OB2 ですけどね今回。はい、まあボーナスというところ で、まあ、軽く最後にイベント見てから終わろうかなというふうに思います。はい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 、まあいつも通りですけどね、ちょっとランキングの順位だけ見ていきたいなって感じなんですけど、報酬から見れますね。ランキング報酬は選択が2万2000位なんで2000人上限上がってますよね確か。まあランキングの緩和があったというところでですね、まあ外国人 OB じゃなくて OB 第3弾はもうちょっと緩和されるんじゃないかなという感じですけどね。でまあ報酬見ていくと、で7枚なんでA ランク以上確定スカウトは3回引くといいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。うん、じゃあ本日はですね少し短い動画になったかもしれないんですけど、この辺で終わろうかなというふうに思います。また累計の開封はですね、まあ、ショート動画かなんかで投稿しようかなというふうに思っております。それではまた明日以降も動画出ると思うので、ぜひ興味のある方チャンネル登録よろしくお願いします。それではイズでした。